こんにちは、カメラの北村チャンネルです。今回はキヤノンのミラーレス一眼カメラ EOS XM2 を初代 XM と比較しながら紹介していきたいと思います。エントリークラスのカメラとして人気の高い EOS KISS シリーズ、その中でも初のミラーレスモデルとして登場したのがこの XM です。 APS-C センサーを搭載しており、これだけコンパクトで軽量でもしっかりと一眼クオリティの写真撮影を楽しむことができます。思わず手に取りたくなるような可愛いデザインもいいですよね。最新の XM2 は正直ボディの形状やデザインに変更はありません。手元のホワイトに見比べてみても、ツヤありからツヤなしに変わったぐらいにしか見た目の違いはないですね。小型ながら手にしっくりくるグリップ形状はさすがキヤノンだなと思わせる出来です。じゃあ何が変わったのかというと、瞳 AF の機能が大きく進化しています。 XM ではワンショット AF でしか瞳検出しませんでしたが、この XM2 はサーボ AF でも機能するようになり、人物を追尾してフォーカスすることが可能になっています。加えて瞳を検出する距離も大幅に改善されており、全身が映るぐらい引きの絵でも瞳を検出できるようになりました。比較の検証動画も撮影しましたので、まずはそちらをご覧ください。 AF 枠が小さくて分かりづらいかもしれませんが、 EOS XM2 は全身が映るくらい離れた位置でも瞳を検出できました。カメラとの距離があっても瞳追従はしっかりできています。一方で XM では顔認識は比較的早いものの、瞳を検出するにはかなりカメラに近寄らないといけない印象です。少し離れるとすぐに顔認識に切り替わってしまいますが、意外と遠い距離まで顔を捉えている様子がわかります。2つを並べて比較してみると、瞳検出できる距離感は一目瞭然。瞳 AF の性能が大幅に向上していることが確認できますね。 EOS XM2 はサーボ AF でも瞳検出できるようになりました。シャッター半押しでピントを合わせた後でも被写体の動きに合わせて AF 枠が追従してくれます。対して XM はワンショット AF でしか瞳検出できません。一度ピントを合わせると AF 枠が固定されるため、動きのない人物撮影でしか瞳 AF を活かせない印象です。また静止画撮影時の AF 枠の動きも確認してみます。どちらもサーボ AF に設定しており、 XM2 は瞳、XM は顔認識という違いがありますね。どちらもスムーズに人物を認識して露出を合わせようとしている様子がわかります。顔の角度を変えてみても、 XM2 は横顔でもしっかり瞳検出してくれます。被写体の動きに対しては XM は AF 枠のズレが大きく、 XM2 の方がより正確により滑らかに追従してくれました。今度は人物の動きを動画で撮影してみました。画面を横切るくらいの速さだとさすがに AF は追いつきません。パッと被写体が現れた際にはわずかに XM2 の方が早くピント合わせを完了しており、 AF 性能の向上が感じられます。いかがでしょう。 XM2 はさらに人物撮影がしやすくなり、お子さんを撮るなど家族撮影にぴったりのカメラに仕上がっています。加えてスポット一点 AF も追加されており、より細かで正確なピント合わせが可能になりました。その他の特徴といえば、バリアングル式液晶で自撮りやローアングル撮影も楽々、ファインダーを覗きながらでも人差し指で操作しやすいボタン配置、スマホのように操作できる反応の良いタッチ液晶、ライトユーザーにも優しいメニュー表示、標準装備された内蔵ストロボなどが挙げられます。最後に EFM1545mm のキットレンズでスナップ撮影した作例をいくつかご覧ください。
このように小型で軽量、そして手の届きやすい価格帯でも本格的な一眼カメラ撮影が楽しめるキヤノンの EOS QC-M2、 初めてのミラーレスカメラにおすすめです。ご視聴ありがとうございました。カメラ選びの参考になれば幸いです。このカメラが気になる、この機種を比較してほしいなどご要望あればコメント欄まで書き込みお願いします。カメラの北村の赤いロゴからチャンネル登録もぜひお願いします。